ああ、確かに周りの様子が変だなとは思ってたけどよ。そっか、そんなことになってんのか。元に戻るまでどのくらい時間がかかるもんなんだ。見当もつかないな。こんな不具合前代未聞だろうし。ネージュちゃんたちにもわからねえのか。開発関係者なんだよな。と言っても私の役目はあくまでサポートですし、風花は風花でテストプレイヤーという外部協力者でしかないので、テストルームに常駐してるスタッフさんはいるはずなんですけど、システム障害のせいでここからは連絡が取れません。マジか。すみません、お役に立てず。いや、悪い、責めたわけじゃねえんだ。責任感じなくていいって。ピンチな時ほど明るく明るくな。はい。そういえばテストプレイヤーってどんなお仕事なの？一般的にはプログラムが使用通りに動くかどうかの検証ですね。実際に使ってみて不具合が起きないかを確かめます。ただ私の場合はちょい特殊なんだ。あ、風花さん戻ってきた。どこに行ってたんだ？ちょっと先の様子を偵察に。と言っても見渡す限りずっと草原だったけどね。ということはこの先まだまだこの変わり映えのしない景色が続くということね。秋田は？そろそろ町か村が見えてきてもいいような。やっぱりこれマップそのものが大きく変化しちゃってる。あんまり考えたくないけど、そう思っておいた方が良さそうだな。まあどこかに行き当たるまでこのまま進むしかない。飛竜がいればひとっ飛びなのに。うわ、不機嫌そう。風花の話が途中だっけ。何が特殊なんだ？ん？ああ、少しばかり変わった体質なんだよ、私。過剰適合って言葉知ってる？聞いたことあるような。VR に対する適性の話だっけ？そう、広い意味では FNC、フルダイブ不適合に分類されるんだけど、適合が不完全なんじゃなくて、適合しすぎたせいで開発側が想定した以上の能力を発揮しちゃうって症状。想定した以上というと？VR 世界に存在するものって本当は全てデジタルデータですよね。例えばそこに生えている木や草とかも、これはデータに対して人間の視覚では木や草として認識されるような処理を行っているわけです。そのあんまりいい言い方じゃないですけれど、ある意味ごまかしてるというか。でも風花は体質的にそのごまかしの先を見通せます。木ではなくオブジェクトの生データとして捉えることができる。ゲームではナビゲーション AI がモンスターやフィールドのデータを解析して教えてくれることがあるけど、つまり人間なのにそれと同じような真似ができてしまう。そういうことね。へえ、すげえじゃねえか。ナチュラルなチート能力だな。そっか、それでさっきクラインさんを閉じ込めてた檻が破壊可能オブジェクトだって一瞬で見抜いてたんだ。実際には見抜くっていうよりもう少し感覚的なもんだけどね。それにそこまで便利な体質でもないんだよな。例えばゲームなんかは素直に楽しめない。あれやこれやがデータとして認識されてしまうもんだから、風景やキャラのグラフィックがいくら綺麗に作り込まれていても普通のプレイヤーみたいに堪能できないし。風花のはかなり顕著で珍しい症状ですけれど、データを五感に変換する過程がうまくいかない人はたまにいますから。ガラクシアを作る際、開発部も対処を研究していたんです。そうそう、開発の初期から関わってたからかなり長い付き合いなんだよ。だから心配だし早く戻って状況を確認したいんだけどね。そ
そういや、一つ言い忘れてた。この先、確かに草原がずっと続いてるんだけど、その向こうにちょっと気になるものの姿が見えたんだ。気になるもの？何この声？魔獣かしらね。おそらく相当に巨大な。どうするよ、霧の爺。おかしくなってるとはいえ、エール王の世界なんだ。強力なボスモンスターがいても不思議じゃない。ただ、強敵であればあるほど、見返りも大きいってのが相場だ。相手も得たり、新たな道が開けたりな。ここは慎重に準備を。殺すわ。お前たち、ついてきなさい。言うと思ったよ。真打ち登場だぜ。クライン、あまり調子に乗るなよ。私のために戦ってちょうだいね。クラインさん、綺麗な人がいても追いかけちゃダメですよ。よし、ここは一丁クライン様が。油断するなよクライン。みんな注意して進もう。よっ、敵発見。おりゃあ手沈みにしてある。行くよ。おりるよ。見つけたぜ。まあ、こんなもんだな。敵発見。まだまだこれからだ。見つけたぜ。見つけたぜ。10にもなりゃしねえな。ミッション開始だぜ。ミッションクリアだな。せっかくだ、持っていこう。
かってみるか。敵発見。あげるわ。華麗な技を見せてやるぜ。敵発見。見つけたぜ。見つけたぜ。まだまだこれからだぜ。ミッション開始だぜ。見つけたぜ。ここの敵を全滅させるぞ。
役に立つかな。チャンスがあれば叩き込め。敵だ。こんなもんだぜ。おお、でっけえ扉だな。さっきのボスモンスターはこれを守ってたんだね。どっかに通じてるのかな。キリト君、これ似てる。似てるって、何？ガラクシア。ほら、前に私がみんなを集めた時、最大限の世界に出入りするのに扉を通ったでしょ。これは多分出口じゃないかな。つまり今俺たちがいる空間が実はガラクシアによって作られたものだったってことか。で、俺たちは今までそこに囚われていた。これが出口だとして、どこに出ることになるんでしょうか。悩んでいるだけじゃ何もわからないの。進むしかないでしょ。確かにな。これは見事な景色だな。宇宙の中に浮いてるみてえだ。でも私たちの知ってる ALO の世界とは全然違う。どうしてこんなことになっちゃってるんだろう。まさかあの光点の一つ一つがガラクシアのシステム以上で作り出された VR ワールドってことなのか。大きいのから小さいのまで無数にあるけど、こんな状態でテストルームの場所を特定できるのかな。風花のその過剰適合ってので目的地を見通したりとか。無理、そういう便利能力じゃないし。目の前のオブジェクトはちょっと変わった見え方をするという程度のものなので。そっか、どうするよキリノジ。あのキラキラしてんの一つ一つしらみつぶしに回るか。さすがにそれは勘弁してほしいな。
歩くのにも飽きちゃったわ。一気に転移できないのかしら。ねえ、これから何をするにせよちょっと休憩しない？いろいろ怒りすぎて私頭痛い。まあそうだな。ただ周りの景色が壮大であんまり気は休まらないんだよな。風子、フラフラしてると危ないですよ。平気平気、ちょっとその辺漂ってる VR 空間を覗いてるだけだし。広さはいろいろ、小さいのはアパートの一部屋分くらいの大きさからかな。どっかにいい感じの、あ、ねえみんな、ここ一休みにいいんじゃない？なんかおしゃれなコテージみたいなのがあるよ。コテージ？建物の種類で寝泊まりできる小さな家って感じかな。ゆっくり休める場所があるならありがたいよな。どれどれ。お、あ、キイト君、ここって。俺たちのログハウス。知ってる建物なんですか？ああ、間違いない。ALOで俺たちがたまり場にしてる場所なんだ。そうか、ここは無事だったんだ。よかったね。なんていうか、馴染みのある場所だと心の安らぎ方が違うよな。しかし、こんな状況でここをあっさり発見できるなんて、ついてんな。見つけたの、私。お、ありがとうな、風花。じゃあ、ここでしばらく休んでいくか。この先の探索にも拠点として使っていこう。賛成。もしかしたらアスナも巻き込まれてこの世界のどこかにいるのかな。だとしたらどうにか合流できれば嬉しいんだけど。